共産主義、共産主義、共産主義とは、政治や経済分野での思想や理論、運動、政治体制の一つ、財産の一部、または全部を共同所有することで平等な社会を目指す。その理念、共有化の範囲や形態、あるいは共産主義社会実現のための方法論などには、古くから多数の議論があり、このため、共産主義の定義は多数存在している。 共産主義のシンボルには、社会主義と同様に赤色や赤旗が広く使用されている。また特にマルクス・レーニン主義系の共産主義を表す、シンボルには赤い星や釜と土なども使用されている。共産主義は、コミュニズムの日本語訳で、語源は、共有や、共有財産を意味する、ラテン語のコムーネである。講義では、私有財産性による、 経済的自由主義との対比語でもあるが、特に第二インターナショナル分裂以降は、社会主義勢力の中でも特にマルクス主義やレーニン主義勢力に対する呼称ともな。なおコミュニスムの日本語訳である共産主義の共産は公共が産業を行うことから作られた言葉である。社会主義と共産主義は、とりわけマルクス主義に関し、 同一視される場合と使い分けられる場合がある。それは以下の歴史的経緯による。コミュニズム共産主義という言葉の由来はラテン語のであり共有、共通、共同を意味する。歴史的に最も早い使用例はシルビーフ氏によって書かれた理性の書1706年である。私有財産の否定による完全平等の実現という現在使われる文脈と ほぼ同じ意味で、コミュニズム、共産主義という語を用いた最初の人物は、フランソワノエル・バブーフである。バブーフは後に共産主義の先駆とも呼ばれ、また、前衛分子による武装放棄や階級独裁などの革命思想の概念の先駆者の一人でもある。また、ルイ・オーギュスト・ブランキも武装した少数精鋭の秘密結社による権力の奪取や、 人民武装による独裁といった概念を主張した。その後、フランスにおいて、社会主義や共産主義などの思想が広まった。1842年に出版された、ローレンツ・フォンシュタインの著作、今日のフランスにおける、社会主義と共産主義がその概要を一つに伝え、マルクスやエンゲルスもそれによって、フランスの思想状況を知った。エンゲルスは、 空想から科学への中で次のように述べた。マルクスとエンゲルスは、1847年6月に、共産主義者同盟の考慮的文書として執筆した、共産党宣言、共産主義者宣言において、資本主義社会を、ブルジョアジー、資本家階級と、プロレタリアと、労働者階級の階級対立によって特徴づけ、 ブルジョア的所有を廃止するためのプロレタリアートによる権力奪取を共産主義者の当面の目標とした。最終的に階級対立は解消され、国家権力は政治的性格を失うとし、各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件となるような共同社会、共産主義社会を形成する条件が生まれるとした。エンゲルスは1880年に出版された 空想から科学へにおいて、唯物史観と常与価値説によって、社会主義は科学となったとし、自らの立場を、科学的社会主義と称した。共産主義社会の詳細な構想を語るのではなく、資本主義社会の科学的分析によって、共産主義革命の歴史的必然性を示そうとする、ところに、マルクス主義の大きな特徴がある。とはいえ、 マルクスやエンゲルスが共産主義社会のイメージを語った例もいくつか存在する。前日の共産党宣言のほか、1873年に出版された資本論第1巻の第2版には、共同の生産手段で労働し自分たちのたくさんの個人的労働力を自分で意識して一つの社会的労働力として支出する自由な人々の結合体についての言及がある。 社会的分業の一環としての労働が私的な労働として行われる商品生産社会を乗り越えた社会についての記述であり事実上の共産主義論とみなされている。また直接言及した箇所には第一版の共産主義社会では機械はグルジョワ社会とは全く異なった躍動範囲を持つ第二版の共産主義社会は 社会的再生産に支障が出ないようを改め、きちんとした計算がなされるだろう。ガール、あ八1875年、マルクスは、豪タ綱領批判の中で、共産主義社会を低い段階と高い段階に区別し、低い段階では、能力に応じて働き、労働に応じて受け取る。高い段階では、能力に応じて働き、必要に応じて受け取るという基準が実現するという、見解を述べた。 その後の歴史的展開により、マルクス主義には様々なバリエーションが存在する。マルクス・レーニン主義、トローツキズム、毛沢東主義、ユーロコミニズムなどである。無政府共産主義は自由主義共産主義とも呼ばれ、国家や私的所有権や資本主義などの全廃を提唱し、生産手段の社会的所有、自主的な組合や生産現場における労働者、評議会による、 直接民主主義や平ら的なネットワークとの指導原理をベースとした消費などに賛成する。ピョートル・クロポトキニアなどの無政府共産主義者は、そのような社会のメンバーは公的企業や相互扶助の利益を認識しているために必要な労働を自発的に達成すると信じた。一方で、ネストル・マフノやリカルド・フロレス・マゴンなどは無政府共産主義の社会では、 子供や老人、病人、弱者などを除いた全員は、労働を義務とされるべきと確信していた。クロポトキンは、真の無政府共産主義社会では、怠惰、または、サボタージュは、大きな問題になると考えなかったが、自由な無政府共産主義では、担当した仕事を実行するという共通の行為を、足さないままで離脱することを認めた。キリスト教共産主義は、 キリスト教を中心にした宗教的共産主義の形態の一つである。その理論的及び政治的な理論は、イエス・キリストがキリスト教徒に理想的な社会体制としての共産主義をじたという視点をベースとしている。キリスト教共産主義はキリスト教社会主義の求心的な形態と見ることもできる。また多くのキリスト教共産主義者は、 過去に独立した国家のない共同体を形成したため、キリスト教共産主義との間には関連がある。キリスト教共産主義者には、マルクス主義のいろいろな潮流に賛成する者、賛成しない者などがいる。キリスト教共産主義者はまた、資本主義を社会主義に置き換え、さらに将来には共産主義に移行する、などの点では、 マルクス主義者と政治的な目標を共有する。しかし、キリスト教共産主義者は、社会主義者、または共産主義者の社会が組織されなければならないとする。マルクス主義、特に霊人主義に対してはしばしば賛同しない。共産主義の源流とされる思想の歴史は古く、プラトンの国家論、キリスト教共産主義などの宗教における財産の共有、 空想的社会主義と呼ばれる潮流における財産の共有。フランス革命でのジャコバンは一部のアナキズムによる無政府共産主義などがある。19世紀後半にカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが共産主義思想を体系化し、唯物士観を基本に生産手段の社会的共有と、私有財産性の制限による共産主義革命を掲げたマルクス主義、科学的社会主義が、 共産主義思想の有力な潮流となった。また10月革命の成功によるソビート連邦の成立により、ウラジービル・レーニンによる革命的な党の組織論などをマルクス主義に総合したレーニン主義が影響力を高め、後にマルクス・レーニン主義として定式化された。さらにリフトロツキーによるマルクス主義の概念であるトロツキズム、 毛沢東による当時の中国の状況に適合させたマルクス主義の解釈ある毛沢東主義などマルクス主義は革命の起こった国の指導者の考えや国情により多数の思想や理論、運動、体制となり世界へ広まっていった。ソ連崩壊以降は正統派、マルクス主義の影響力は世界的に大きく低下したがマルクス主義または非マルクス主義の 各種の共産主義の思想や運動が存在し続けている。19世紀前半には、アンリド・サン、イコール・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オーエンといった思想家たちがユートピア構想に基づく社会主義的理論と共同体の運営実験を行った。ロッチデール先駆者共同組合やニューラナークはその試みの例である。彼らの思想は、カール・マルクスや、 フリードリヒ・エンゲルスにも影響を与えた。エンゲルスは彼らの思想を空想的社会主義と特徴づけた。1834年、パリで君主主義に反対するドイツ人亡命者の秘密結社が結成された。1837年にカール・シャッパー、ビルヘルム・バイトリングラが分裂し、正義者同盟を結成した。1838年に同盟では、 共産主義的考量が採択され、最初の共産主義団体となった。やがて広報活動に転じたシャッパーと武装放棄路線を取るバイトリングの対立が表面化し、同盟は分裂状態に陥った。1846年2月にマルクスとエンゲルスは、ブルッセルでブルッセル共産主義通信委員会を結成した。マルクスらとシャッパー派は連携し、 正義者同盟の再編を行った。1847年6月に正義者同盟は共産主義者同盟と解消し再スタートを切った。シャッパーはマルクスとエンゲルスに公領的文書の作成を依頼し、シャッパーの公閲を経た上で発表された。これが共産党宣言、共産主義者宣言である。1866年、ジュネーブで 社会主義者の国際組織第一インターナショナルが初開催された。この組織の中でマルクスの理論は次第に影響力を強めていくが、ピエール・ジョゼフ・プルードンやミハイル・バクーニン等の無政府主義者と対立した。1872年にはマルクス派がバクーニンを除名し、第一インターナショナルは分裂した。同じ頃ピョートル・ク・ロポトキンは無政府主義の延長上にある 無政府共産主義を唱え、高徳周水をはじめとする世界の思想化に影響を与えた。1889年には、マルクス主義派が中心となって、第2インターナショナルが設立された。中心的な役割を果たしたのはドイツ社会民主党で、あり、カール・カウツキーが、同党の中心的理論家として活躍し、マルクス主義の権威も高まった。しかし同党では1890年代に、 プロレタリア独裁や暴力革命を否定する、エドアルト・ベルンシュタインらによる修正マルクス主義とカウツキーらの論争、修正主義層が勃発した。後に修正主義の路線は、社会民主主義の思想を生み出すことになる。マルクス主義は、ゲオレディ・プレハーノフによって、ロシアにも持ち込まれ、ロシア社会民主労働党のイデオロギーとなった。ロシア社会民主労働党のウラジミール・レーニンは、 ボルシェビキと呼ばれる文化を形成し、マルクスレーニン主義と呼ばれる思想を形成しつつあった。彼の思想に対する有力な反論者が、ドイツ社会民主党のローザルクセンブルクであり、激しい論争が起こっている。しかし1914年に第一次世界大戦が始まると、加盟政党は国際主義的な戦争反対の主張を放棄して、 それぞれ自国政府の戦争を支持し、第二インターナショナルはバラバラになった。戦争反対を貫いたのは、ボリシェビキの他には、カウツキー、ベルンシュタイン、ルクセンブルクらが結成した、ドイツ独立社会民主党をはじめとする、ごく少数だった。ボリシェビキは1917年10月に、ロシアで武装放棄を成功させ、10月革命、権力を獲得した。 1918年には透名をロシア共産党に変更し、ドイツとブレストリトフスク条約を結んで第一次世界戦から離脱した。土地の社会化や労働者統制などの政策を実施した。一方ドイツ帝国では、1918年11月12日に皇帝ウィルヘルム二世が退位すると、独立社会民主党のカールリープ・プクネヒトによって、 社会主義共和国の成立が企てられたが、戦争中から和平に転じた、社会民主党が起戦を制し、社会民主党主導の政府が成立した。同年12月、独立社会民主党から分裂したルクセンブルクとディープクネヒトによって、ドイツ共産党が成立し、ドイツ革命を目指したが翌年に1月に鎮圧された、スパルタクス団放棄。 ロシア共産党は1919 19年にコミンテルンを設立して世界各地の革命を支援した。この結果生まれたのがハンガリー・ソビエト共和国党であったが大半が短期間のうちに消滅した。しかしコミンテルンの革命支援、共産党に対する指令の動きはその後も継続された。コミンテルン初期のカール・ラデックは革命を起こすために 各国の右派との連帯を目指すナショナルボルシビズム、路線を提唱し、ルール占領に反対するストライキなどで、右派政党との協調路線を取らせた。ペルーでは、ホセ・カルロス・マリアテギが1928年に、ペルー社会党を結成したが、彼が、ペルーの現実解釈のための7指論、1928年、で示した、独自の理論は1929年に、 コミンテルンから否定され、1930年にコミンテルン支部としてペルー共産党が結成された。彼は生前は評価されなかったが、死後ラテンアメリカ先住民の復権を唱えたインディヘニスモやラテンアメリカのマルクス主義者に気な、影響を与え、チェゲバラやセンデロルミノソやトゥパクアマル革命運動などの後のラテンアメリカ左翼運動に影響を残している。 内戦終結後の1922年にソビエト連邦が成立した。1924年、ソ連でレーニンに代わって指導者となったスターリンは、マルクス、エンゲルスからレーニンへと受け継がれた世界革命の思想をソ連の身に合わせる形で修正したスターリニズム。マルクスやレーニンにとっては共産主義革命とは世界革命であった。後進国の革命は、 先進国の革命と結びつくことによってのみ共産主義へ到達できるものとされていた。しかしスターリンは1924年に発表された10月革命とロシア共産主義者の戦術の中でソ連一国だけでも社会主義を実現することが可能だとする一国社会主義論を主張した。そして1936年のスターリン憲法制定時にソ連において 社会主義は実現されたと宣言した。コミンテルンの指導部も、スターリンの影響下に落ち、社会民主主義を、ファシズムの創生時と定義た社会ファシズム論が主張されるようになった。スターリンは、農業集団化を強引に進め、農民の抵抗が激しくなると、スターリンは1930年に、共産主義が実現するにつれて、国家権力は死滅へと向かう。 というマルクス以来の国家死滅論を事実否定し、共産主義へ向かえば向かうほどブルジョアジーの抵抗が激しくなるので、国家権力を最大限に強化しなければならないとした。しかし、コミンテルン支部である各国共産党による革命路線と社会民主主義勢力への攻撃は、 各国での共産主義革命にはつながらず、結果的にはイタリアでのファシズムやドイツでのナチスの政権へを許したため、1935年にコミンテルンは左派の連帯を取る人民戦線戦術へと転換し、スペイン内戦で人民戦線政府を支援した。しかし1936年から1938年には大粛清が始まり、 共産党幹部を含めた数百万の人々が犠牲になった。コミンテルンの活動家も例外ではなく、ハンガリー革命の指導者クンベーラをはじめとする多くの活動家が処刑された。第二次世界大戦にあたっては、労働者は祖国を持たないという共産党宣言以来の国際主義を放棄し、ロシア人の愛国心に訴えかけて戦争を遂行した。 ナチスドイツに勝利した後の1945年5月、赤軍指揮官を集めた祝宴の中でスターリンは、私は何よりもまず、ロシア民族の健康のために乾杯する。それは、ロシアの民族がソビート連邦を構成するすべての民族の中で、最も優れた民族であるからであると演説した。また連合国の警戒心を解くため、1943年にコミンテルンを解散した。 レフトロツキーと彼の支持者は、スターリンの一国社会主義論を強く批判し、ボリシェビキ内部で、党内闘争を続けた末に敗れた。1929年にトロツキーは、ソビート連邦から追放された。トロツキー派は変質したコミンテルンに代わる新しい、国際組織として1938年に第4、インターナショナルを創設した。 1945年の独ソ戦におけるソビート連邦の勝利はソ連の影響下に置かれた社会主義国を多数生み出した。1947年、ソ連を含む東欧諸国の共産党はコミンフォルムを結成し、東側諸国を形成していくことになる。西側諸国との対立は深まり、冷戦が開始された。西側諸国の一部では共産主義者の追放、 赤狩りなども発生した。1948年には、ユーゴスラビア共産党が非同盟運動を提唱して、コミンホルムを脱退、ソ連、東欧諸国とは一線を画した。同時に、独自の自主管理社会主義を打ち出し、ソ連型とは異なる文献的な経済システムの構築を始めた。1949年には、中国共産党が国境内戦に勝利し、 中華人民共和国を成立させた。1950年には朝鮮戦争が勃発し、冷戦期に多く見られる西側と東側の支援を受けた地域紛争の発令となった。スターリンが死んだ3年後の1956年、ソ連共産党第一初期のニキータフルシチョフがスターリン批判を行ってスターリンの権威を失墜させ、世界中の共産党に 大きな衝撃を与えた。ソ連は、スターリン体制の改革に動き出し、各国の共産党も追随した。一方、中国とアルバニアは、スターリン死後のソ連の変質を、修正主義、社会帝国主義とみなして激しく攻撃し、自らを落として正当性を主張した。ソ連も、毛沢東の個人独裁を非難して、両国は厳しく対立することになった、中祖対立。 ソ連の指導から離れた中国共産党は、毛沢東の指導下で、毛沢東思想を形成していくことになる。中祖対立は、世界中のコミンテルン直系の共産党に分断をもたらし、審査欲の間にも信奉者を生んだ。国家の政権を握った例では、アルバニア労働党とクメールルージュが中国側についた、日本は、日本共産党、さはや一部の日本の審査欲など、 毛沢東の指導下の中国共産党は、事実上、国際的な共産主義潮流の分断を再び、もたらした。毛沢東死後の中国では、東商平が実践する、東商平理論の下で、社会主義市場経済が導入されたが、中国が資本主義を導入して、反修正主義的な毛沢東主義が変え見られなくなった1980年代以降も、 ペルーやインド、ネパールなどで、もう東主義を掲げる、共産党によって、武装闘争が繰り広げられた。また同年、ハンガリー動乱においてソ連に率いる、ワルシャワ条約機構軍が、民衆の放棄を弾圧したことは、各国でソ連に対する失望を生むことになった。欧米や日本では審査翼、ニューレフトと呼ばれる潮流が発生し、トロツキズムも影響力を拡大した。 1959年にキューバ革命が成功するとラテンアメリカ、アフリカ、中東におけるソ連派と西側派の抗争が高まった。これらは代理戦争とも呼ばれる。ベトナム戦争やコンゴ動乱、アンゴラ内戦、オガデン戦争など極めて長期間に及ぶ大規模な紛争も発生した。ラテンアメリカではマリアテギア、チェゲバラ、 毛沢東思想等の多様な影響を受けた左派がゲリラを形成した。1968年にはチェコスロバキアの改革の動き、プラハの春が始まったが、再びワルシャワ条約機構軍によって鎮圧された。この事件はさらにソ連への失望を生むことになり、西欧の共産党はソ連型社会主義とは一線を画した、いわゆるユールコミュニズムと呼ばれる市場経済や 個人の自由や民主主義を前提とした共産主義を目指していく。その中心はイタリア共産党であったが、日本共産党も自由と民主主義の宣言によって市民的自由や政権交代を含む多党制の用語を明確にし、日本型社会主義のビジョンを提起するユーロコユニズムと基本的には同様の傾向を持つが、非同盟と平和主義を正面に押し出した点が異なる。 1977年頃、アルバニアのエンベル・ホッチャは、アメリカと接近した中国とも決別し、アルバニア派と呼ばれる、独自のスターリン主義派、ホッチャ主義を形成した。この潮流は、自分自身を、スターリンの遺産の厳格な防衛者と定め、他のすべての共産主義集団を、中性主義と激しく批判した。エンベル・ホッチャは、アメリカ合衆国、ソビエト連邦を。 中国を批判し、1968年にワルシャワ条約機構がチェコスロバキアに軍事侵攻したプラハの春を非難した。ホッチャは1978年の中国との決裂後、アルバニアは世界で唯一のマルクス・レーニン主義国家となると宣言した。アルバニアはコロンビアの人民解放軍やブラジル共産党など、主にラテンアメリカでもう卓島主義の大きなシェアを獲得し、 さらに多くの国際的な賛同者を生んだ。この傾向は後に、ホッチャ主義と呼ばれた。アルバニアで共産主義者の政権が倒れた後、親アルバニア政党は国際会議のに参加した。ソ連や東欧の共産党政権は、1989年以降に次々と崩壊し、1991年にソ連崩壊した。ソ連。 東欧の共産主義政権崩壊の理由としては、社会主義国の経済の停滞が長く続き、西側から大きく引き離されてしまったこと、ゴルバチョフ政権が推進したグラスの土により、共産貴族の負の実態が暴露されたこと、衛星放送の普及などで国民が西側の豊かな生活を知ってしまったことなどがある。経済停滞の原因には、一党独裁、中央集権による官僚主義、 農面クラトゥーラ非効率、西側の封じ込め政策である、金融、過度の軍需、重工業優先による民生部門、軽工業、流通、サービス、農業の立ち遅れなどがある。中国は、毛沢東が主導した大躍進政策や文化大革命によって人的、物的に多大な損失を経験した後、1970年代後半から、東昇平の指導で、 改革開放を進め、社会主義市場経済を標榜した。これは、資本主義と社会主義の混合経済とする見方もあり、ソ連のネプやアジアニーズ諸国のやり方を参考にしている。発達した資本主義経済から社会主義経済へ移行するというマルクス主義の経済発展段階の学説に基づき、市場原理の導入によって経済を発展させ、それをもとに、 社会主義社会を通して共産主義社会を目指すとしており、現在は資本主義社会から社会主義社会への過渡期であると主張している。しかし、東小平による改革開放路線採用以降、民興などの過酷な労働者の搾取が存在し、貧富の格差が増大するなど、その路線の問題点も指摘されている。ベトナムはベトナム戦争期において、 中祖間の遠距離外交に努め、両国の支援によりアメリカ合衆国と放火を交え、これを撤退に追い込んだ。戦後は、新祖政策に舵を切り、また隣国カンボジアに侵攻して、新中派のクメールルージュ、ポルポト派を駆逐したことで、中越戦争を招いた。さらに、カンボジア中流の長期化により、国際的に孤立し、経済を悪化させた。 しかし1986年には、ドイモイ政策を掲げて、市場経済を部分的に導入し、一向他の社会主義国が急速に衰えていく中、逆に高い経済成長率を達成した。ソ連崩壊の前後には、ベトナム共産党の党規約及び憲法に、法治民主,主を明記し、共産主義をベトナムの事情に合わせて解釈する独自路線を採用した。その後は、 アメリカや日本など、西側諸国との関係を深め、また、カンボジア問題の解決により、中国とも和解し、これらの国々と良好な状態を保っている。北朝鮮は独自の主体思想を標榜し、ソ連、東欧の崩壊に伴う公益環境の悪化にも、かかわらず、体制を維持したが、経済は破綻、深刻な飢餓によって、数百万の死者を出したと言われる。なお、 二千十年九月二十八日の第三回党代表者会で採択された朝鮮労働党の党規約では社会主義やマルクスレーニン主義は残されたものの共産主義の文言は削除されている。冷戦終結後に最大の援助国ソ連を失ったキューバは米国の経済封鎖下で深刻な経済危機に直面したが都市部での有機農法での食料増産や 小エネルギー政策で持ち直した。国民には民主化が不十分なことへの不満は多いが、無料の教育や医療や他のラテンアメリカ諸国への医療援助などで一定の支持を得ている。最近ではベネズエラなどのラテンアメリカ諸国との経済交流が進んでいる。西側諸国では冷戦期は社会主義に対する脅威もあり、労働法制の強化や 社会保障を充実させるなど、労働者の権利を認めざるを得なかったが、1980年代以降、経済的な規制を緩め、市場原理主義を推進する新保守主義、新自由主義が台頭し、再び資本主義国の労働者が過酷な境遇に追い立てられている。新自由主義の影響が強いのは、先進国の中では、アメリカ合衆国や英国、ニュージーランド、日本などである。 また、国際通貨基金の介入により、韓国、中南米諸国など中心国に導入された新自由主義は、先進国以上に深刻な貧困と社会的な分断を生み出した。これらの資本主義諸国における国会に議席を持つ共産主義諸島の多くは、自由と民主主義を土台にした共産主義、スペイン共産党などユーロコミュニズムの流れを組む諸政党、 日本共産党などを主張している。国家が憲法などで共産党を指導政党と規定する国家には以下がある。上記のほかアジア、アフリカやラテンアメリカの国々では国家や政権与党が社会主義や共産主義を掲げ複数政党性を取る諸国が多数あるが、これらは通常は社会主義国、共産主義国とは呼ばれていない。また、 資本主義を掲げる政党が与党の国々で通常資本主義国と呼ばれる国々でも共産主義を掲げる共産党や各種の共産主義の思想や運動が存在しており資本主義や自由主義あるいは新自由主義に対する批判や共産主義の思想に基づく政策の実施を要求しているまた共産主義の思想や運動に対する反対や批判には 各種の反響主義がある。国際組織としては、1943年のコミンテルン会3以降、各国主要共産党が参加する国際組織は存在しないが、大会時に相互に代表を派遣したり、共産主義に関する研究の到達点に関して、相互に情報を交換し合う、理論交流などが行われている。また、社会主義系の国際組織であるインターナショナルのうち、 共産主義を掲げている者には、トローツキズム系の第四インターナショナル各派に分裂中、左翼共産主義系の国際共産主義潮流などがあり、共産主義が提唱されているが存在していない者に第五インターナショナルがある。日本では日本共産党や新左翼系の各丸派、中核派、社政道解放派、第四インターナショナルなどの党派が、 それぞれ異なる共産主義を掲げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。